クリミア大橋をウクライナ軍 S-200 ミサイルでまたまた攻撃、ロシア軍が迎撃との情報を入手したよ。12日にはドローン20機でクリミア大橋を攻撃との話もあるな。ロシア軍の補給路断絶の狙いもあるんだろうし、ストームシャドウなどかなりウクライナ軍有利だと思うぜ。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍がなぜ橋を執拗に攻撃するのかについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍が反転攻勢作戦を開始してから2ヶ月が経過しようとしている中、ウクライナのハンナ・マヤル国防次官が7月31日に戦況を SNS に投稿して、直近1週間において東部ドネツク州や南部ザポリージャ州において170回以上の戦闘が発生していて、ウクライナ軍は地雷原の地雷を除去しながら進軍しつつあり、ザポリージャ州では13平方キロメートルほどの領土をロシア軍から奪還し、東部ドネツク州でも奪還した領土が37平方キロメートルに達し、大規模な反転攻勢開始以来で合わせて205平方キロメートル以上の領土を奪還したと発表したよ。また、ウクライナ軍の報道官がロシア軍は補給困難に陥っている可能性が高いとして、ロシア軍の戦力が弱体化しつつあることを、ウクライナのテレビ番組で示唆したらしいな。これに関してウクライナのエイジニュースサイトであるキーウインデペンデントが、ロシア軍の補給能力が低下しているのには、ロシアが2014年に一方的に併合したクリミア半島とロシア本土のグラスノダール地方を結ぶクリミア大橋や、南部ヘルソン州とを結ぶチョンハルにある橋をウクライナ軍が7月に攻撃したことによる影響であると指摘しているみたい。しかし、キーウペンデントの指摘はクリミア半島に駐留しているロシア軍についての限定的なものであり、ウクライナ軍報道官がテレビ番組で触れた前線は反転攻勢作戦における最前線を指しているのではないかとする見方もあるようだぜ。ウクライナ軍が反転攻勢を開始した当初は、ドネツク州南部やザポリージャ州においてロシア軍が塹壕や竜の歯と呼ばれる対戦車防御用の障害物などで構築した防御陣地や、通常では考えられないほどの密度で地雷が設置されている地雷原などによって、戦車や歩兵戦闘車などに損害が多数発生し進軍が遅れているとされたよね。西側のメディアでは、そのためにウクライナ軍はロシア軍の防御陣地の突破を目指すより、ロシア軍の後方兵站施設や補給路への攻撃を強化してロシア軍の弱体化を図る方針に変更したと報じるものがあったけど、後方兵站への攻撃はそもそも反転攻勢作戦の開始以前から実施されていたものであって、ウクライナ軍が反転攻勢作戦の方針を変更したものではないと指摘する声もあるんだ。ウクライナ軍が反転攻勢作戦の方針を変更したと報じているメディアがその根拠としているのは、5月から6月にかけて各地にあるロシア軍の兵器弾薬庫や燃料庫などの後方兵站施設が、ウクライナ軍のミサイル攻撃を受けるようになったタイミングと重なったこととされているのであるが、このロシア軍後方への攻撃が増加したのは、イギリスがウクライナに射程 250km とされる長距離巡航ミサイルストームシャドウを供与したタイミングと一致しているが、反転攻勢作戦の進捗とは関係がないと指摘する見方が出ているぜ。ストームシャドウはイギリスとフランスが共同開発した空中発射型の長射程巡航ミサイルで、ストームシャドウという呼称はイギリス側が付けたものであり、フランスでは SCALPEG フランス語でサイズとミーディークロイズアイリオートノームロングーパートイエンプロイジーンラルという呼称で呼ばれているよ。ミサイル本体は全長 5.1 メートル直径 0.48 メートル重量は 1230kg の大きさで、その断面は四角形の形状をしていて、弾頭にはタンデムハート弾頭が搭載され、推進動力にはターボジェットエンジンが搭載されていて 1000km 毎時 M0.8 の飛翔速度で 250km 以上の射程距離を持つんだ。また、ストームシャドウの誘導方式は、中間誘導においては INSGPSTERPROM によって敵のレーダー波を避けるようにして低空飛行で目標に接近して、終端誘導は本体に搭載されている赤外線画像シーカーによって行われるぜ。イギリスのウォレス国防相は昨年12月に、
ロシアがウクライナ各都市の民間の施設や電力などのインフラ施設設備を無差別に巡航ミサイルや自爆攻撃型ドローンによって攻撃し、民間人に多くの死傷者が出ていることを非難し、ロシアのショイグ国防相に対してこのままロシアが民間人への攻撃を継続するようであれば、イギリスはそれを阻止するためにウクライナに対してより強力な兵器を提供するとの内容を記した書簡を送りによる警告を行っていたというな。ウクライナではそれまでロシア軍の後方兵站施設の攻撃に、アメリカから提供された高機動ロケット砲システムハイマースや、M270 などの多連装ロケット砲システムマースから発射可能な GPS 誘導長射程ロケット弾を用いていたけど、そのことで大きな損害を被ったロシア軍が後方兵站施設を射程外に後退させたことで、マースから発射可能で射程 300km とされる戦術弾道ミサイル MGM140 エイタクムスの供与を求めていたんだ。しかし、300km という長射程兵器によってウクライナ軍がロシア本土を攻撃する可能性があるとして、アメリカのバイデン政権はロシアが報復として核兵器を使用する可能性があることを恐れ、ウクライナへの供与を承諾しない状況が続いており、そのためにウクライナ軍はロシア軍を弱体化させることができず、ロシアの実効支配から国土を奪還することが難しくなっていたってわけだな。レズニコフ国防相は今年1月、ウクライナが西側諸国から供与された兵器でロシア国内の標的を狙うことはないとして、我々には、西側諸国から提供される長距離攻撃が可能な兵器が、ロシア領土の攻撃に使用されないことを保証する用意があると語り、欧州連合 EU での会合において、我々が 300km の遠方から攻撃することができれば、ロシア軍はそれを防衛することができず、ウクライナから去るしかなくなるであろうとも述べ、EU の皆さんの兵器がロシア領土攻撃に使われることがないよう、ウクライナはそれを保証する用意があるとしていたよ。その発言を受ける形でイギリスのスナク首相が今年2月、イギリスはウクライナに長距離ミサイルを供与する準備があるとの声明を明らかにして、イギリス政府がその調達のための入札を開始したことも明らかにしていたんだ。そしてスナク首相はその際に、ウクライナがロシアのミサイルやイラン製ドローンによる無差別攻撃から都市を守ることができるよう、我々は一丸となってウクライナ国民を助けなくてはならないとして、イギリスがウクライナに最初に長距離兵器を供給する国になるのは、ロシアによる無差別で非人道的な攻撃からウクライナ国民の生命を守るためであると述べていたぜ。ウォレス国防相もまたイギリスがストームシャドウを提供することで、ロシアの残虐行為からウクライナ国民を守ることについて最善の機会を与えるもので、ウクライナ軍が侵略を続けるロシア軍を国土から駆逐することが可能となるだろうとし、さらにストームシャドウがすでにウクライナに渡されていることや、イギリス空軍がウクライナ空軍のMiG-29などの旧ソ連製戦闘機などからでも発射できるよう改修を行ったことにも言及して、すでにウクライナ軍が運用できる体制になっていることも明らかにしたな。反転攻勢をめぐるウクライナ側の発表に対し、ロシアのペスコフ大統領報道官は7月31日に北大西洋条約機構 NATO 諸国から提供された数十億ドルの軍事支援が非効率に浪費されているのは明らかだと述べ、30日に発生した首都モスクワへのドローン攻撃などウクライナ側によるロシア領内への攻撃に対して失敗の中での自暴自棄な行為だとしてロシア軍が優勢であるとしているんだけど、メドベージェフ前大統領が30日に自身の SNS チャンネルでウクライナ側の反転攻勢に言及し、北大西洋条約機構 NATO の支援を受けたウクライナ軍がロシアの一部を占領することがあれば、核兵器の使用に踏み切らざるを得ないだろうと威嚇しており、クレムリン内部では、ウクライナ軍の勢いから見て、ロシア軍が防御線を守りきれない可能性が高いと見ているのではないかとの見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。